舞妓は、京都のご加害において、舞踊、お囃子などの芸で宴席に京を添えることを仕事とする、少女のこと。芸儀の見習い修行段階のものを言う。舞妓、芸儀は、今から約300年前の江戸時代に、京都の八坂神社のある、東山周辺の神社仏閣へ参詣する人や街道を旅する人に、お茶を振る舞った、水茶屋の茶律女に起源がある。 水茶屋もはじめはお茶や団子を提供していたものに、やがて酒や料理が加わり、その店で働く彼女たちが、歌舞伎芝居を真似て、シャミセイや舞踊を披露するようになった。現在も、京都の祇園を中心とした花町で厳しいし、きたりの元で活躍している。京都市内で、普通に見かける舞妓は、観光客の噴した舞妓変身である。本職の舞妓が日中、花町や、 花町以外を出歩くことは珍しく、京都府民、京都市民でも、本物の舞妓を見かけることは、ほとんどない。東京など、関東地方における、半玉、お釈とは別の文化起源であるため、区別されるものである。舞妓宮小踊りで舞を披露する舞妓古くは、舞妓と書き、かつては9から13歳で、お座敷に上がり接客作法を学び、芸能など修行して、 一人前の芸儀に成長していた。現在では中学卒業後でないとなれない。通例、半年から2年ほどの仕込み期間を経た後、1ヶ月間見習いとして、だらりの帯の半分の長さの半だらりの帯を締め、姉さん芸儀と共に茶屋で修行する。沖屋の女将、茶屋組屋よりの許しが出れば、晴れて舞子として見せ出しが可能となる。 座敷や舞台に上がるときは、芸妓も舞妓も白塗りの厚化粧をするが芸妓が通常、かつらをつけるのに対し、舞妓は、地紙で日本髪を結い、四季の花などをあしらった、華やかで可憐な花かんざしを刺す。舞妓の初期は、我忍ぶという髪型で、2から3年後に、お服となり、芸妓へのエリカエイチから4週間前には、先、公害を結い、お歯黒をつける。襟足を、 V 字状に白塗りするのは、江戸時代の女性が、生え際の髪を抜いて、同形状に成形していた名残である。襟返して芸妓になる時期は20歳前後の場合が多い。振り袖に、だらりの帯が、特徴的な舞妓年齢が若いために、見習いであるという建前から、衣装は必ず、肩上げ、袖上げのされた裾を引いた振り袖の着物を着る。ぽっくりの下駄に、だらりの帯。 という派手な格好もあるせいで、現在ではむしろ敬意よりも舞妓の方が、上方花町の代表的存在であると言えるかも、しれない。座敷では主に立法を務め、祇園工部に限って、京舞、井上流、それ以外では、若柳流などの舞踊を披露する。いずれの出身地に関わりなく、独特の京言葉を使うよう教育されるために、京都の象徴であるかのように扱われることも多い。 本業は茶屋や料亭、旅館などにおいての接待であるが、最近はテレビなどのメディアへの露出、養護施設や病院への移問、海外への派遣の仕事も多い。かずみさんお断りの閉鎖的空間であった花町も、近年、徐々に門戸を開いており、京都市観光協会が観光イベントとして協賛し、2009年1月より、祇園の料理旅館で軽料理と舞妓の夕べなども、 定期的に開催されるようになった。また、大きに財団が、お茶屋で、お座敷遊びのイベントを開催することもあり、一般の観光客にも、加害文化を体験できる機会が増えている。一方で、近年では、舞コパパラッチとも称される、外国人観光客による接触やつきまといや、強引な撮影など、舞コに対する迷惑行為が増え、行政や地域住民らが、 注意喚起するリーフレットを作成、配布をしたり看板を掲げたりするなどの対策を行っている。肩上げの着物と花かんざし、現在、京都の花町で舞妓がいるのは、祇園広部、宮川町、祇園東、ポント町、上7県の5加街である。インターネットを通して舞妓死亡者を募る沖屋もある。近年は、ブームのせいもあってか、舞妓死亡者は増える一方である。 にもかかわらず、昔仇の辛い修行に耐えきれずやめてしまう場合が多い。そのため、花町ではいかに質の高い芸迷子を保持するかが今後の問題である。名神高速道路での標識に迷子の姿が描かれたり、京都観光を題材とした CM に迷子や迷子の紛争をした観光客が登場したりするなど、迷子は京都の象徴とされることも多い。 京都の花町に出す、舞妓のいた京都以外の日本各地にも舞妓と呼ばれる芸妓がいる。京都のように修行の段階で区別されるとは限らず、一人前の芸妓、芸者を指す地域が多い。坂田市には舞娘と書いて舞妓と読む、年少芸妓がいるが、衣装は京都の舞妓とは異なる。坂田市にある相馬牢で見ることができる。 山形市にも蒸気と同様の山形舞子がいる。花笠祭りにも登場。秋田市に秋田舞子がいる。明治終わりから昭和初期に川半芸者として秋田市の繁華街にて発展していた。かつての秋田の舞子文化を継承するために新たに2014年に誕生した。あわら市のあわら温泉において2004年に38年ぶりの舞子が誕生した。 引きずりの着物に、だらりの帯、という京都の舞子と同じ衣装。ただし、地毛ではなくカツラ。奈良市元理院長の花町には2017年時点、三人の舞子がいる。舞子は、京都と同じく、お引きの振袖に、だらりの帯、地毛で言った、京風日本髪に花かんざしを刺し、おこぼを履く。大阪市には、太平洋戦争前には、舞子がいた。京都とは異なり。 帯結びが腰元のような建屋であるのが特徴。また髪型も強風の引き瓶ではなく、江戸風の出し瓶であった。衣装等が空襲で消失し、写真もわずかしか残らず、資金面等の問題もあり、復活は難航したが、2008年5月に若手の芸妓2名により復活にこぎつけた。神戸市の有馬温泉では、高卒の新人は舞子と呼ばれる。 爪袖の着物だが京都と同様の肩上げをし、カツラだが花かんざしをつける。この他の関西や四国、九州地方等の下流会にもかつては舞妓と呼ばれる存在があった。しかしその姿は京都の舞妓に類似するもの、むしろ関東の半玉に近いものと様々であった。名古屋市の下流会、名義連には舞妓が2名いる。舞妓になるには、 金のシャチができることが必須である。また、引きずりではなく、普通の振袖を着用し、帯は、貢献結びで、帯締めにぽっちりはつけず本結びにする。着物類やかんざしは自前へ。岐阜市の下流会、大鳥川記念にも一名武器がいる。引きずりの振袖で、京都の舞子に姿が似ている。岐阜には独自の船遊び文化があり、屋形船乗船の際は、 帯結びが異なる。岐阜県内を走るながらは、鉄道越し南線の舞子列車に同乗することもある。このほか、高知県高知市の料亭でも、ゲーギや中井、和装コンパニオンと共に舞子を雇用している。いずれの花町も、京都と違い、現在は舞妓として座敷に出るには18歳以上であることが定められている。トリップグラフィックス京都のマナー編からの発行に、 ついて、京都市、2018年1月21日閲覧考察でマナー違反表示外国人観光客向け、毎日新聞、2018年1月21日閲覧秋田米国月30日久野さん舞子から、芸ーギーエアワラシホームページ2009年9月2008年5月24日13時33分読売新聞、豪華列車に、 華やかな舞妓ながら川鉄道、来年から運行 3K ホト2018年8月23日、閲覧。日経大人のオフ2014年2月号、日経トレンディネット。ありがとうございます。